朝潮太郎大正9年8月26日は、大相撲の大関。本名、杉本、増原太郎基地。身長179センチメートル、体重102キログラム。特異種は、左四つ、上手投げ、より、朝潮太郎、浮世源次元年、増原勘十郎の長男として、伊予国和軍に生まれる。子供の頃から力自慢で、 7歳の頃にはイットソンを楽に持ち上げることができたと言われる。地元の祖父家である大黒屋吉蔵の家に奉公して、木老製造の老打事業に従事した。しかし、太郎吉は仕事よりも相撲の稽古を好んで行い、暇さえあれば大黒柱に突っ張りをぶちかまし、素人相撲が開かれると仕事を休んで参加した。そのあまりの相撲に対する熱中ぶりのため、 高校先から叱責されることともあったという1881年、17歳の時に大阪相撲の朝嵐に誘われて、お塩川に入門。1883年に朝潮の名で土俵に登る。太郎吉は大阪相撲に満足せず、1889年に上京して高砂5回生組から勧誘され東京相撲に加入する。 東京相撲では1890年1月場所に十両、格付けでで、初土俵を踏んだ。この時、師匠高佐砂から浅潮なんて素人臭い名前だと、解明を促され、周囲からももっといい仕込みがあるはずだと横やりを入れられたが、本人は気にせず、強なりゃ、ええなになりますと言って最後まで浅潮太郎で通した。1893年1月場所で、関脇昇進。 関脇を5年にわたり、連続11場所務めたが、西の海、小西樹という競合がおり、1898年5月場所に、ようやく大関に昇進した。大関に登った朝潮は、旧宇和島藩主の伊達胸のから、伊達家の家紋、竹に、鈴があしらわれた化粧回しが授与されている。朝潮は大関を1903年1月場所まで5年10場所務めた。 優勝制度のなかった時代だが、1894年5月場所、1898年5月場所で優勝に相当する成績を残している。当時は、梅ヶ谷と日立山の前世紀であった。また、横綱となれなかった逸話として、相撲を好んだ明治天皇が高砂部屋を訪れた際に朝潮と取り組み、素人には負けられないと朝潮が天皇を投げ飛ばして、 しまったというものも伝わっている。1900年、愛媛県の地方巡業に参加、地元八幡浜でも工業が開かれた。当時はそこに川が流れており、見物客は川を迂回して向かわなければならなかった。朝潮はこれを門んばかり、地元の工場などの協力を取り付けて、一夜にして土橋を作り上げたという。橋はその後、朝潮橋と呼ばれるようになった。 その川や橋はなくなったが、現在も、浅潮大橋に、ゆえんのある地名が残されている。1900年頃までが全盛期で1903年1月場所限りで、大関陥楽。長年の功労が認められ、大関陥楽後ではあるが1904年12月には、吉田塚酒から1日限りの横綱免許を授与されて、土俵入りを披露を。 1905年4月には、古実文人としてその名が記載された。1908年1月場所、11枚目で前で全休死43歳で、引退。幕内在位は19年間に及んだ。引退後は年寄助の山を襲名する。助の山部屋持ち時代は朝嵐長太郎を引き取ったが、その朝嵐は再び本家の高砂部屋に戻している。1920年8月26日に、 年寄りのまま死去した。ABCDEFGHIJKLMNO、浅塩太郎。ホットデニシイオピープル歴史上の人物。八幡田浜、大津地区広域市町村県組合。2018年10月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年11月2日閲覧。AB、浅塩太郎浅塩から太郎。講談社。 2018年11月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年11月2日閲覧。ABC ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ、高佐護部屋 P17、ヤワタ出身名力士の前田山、朝潮地元で企画展。愛媛新聞。オリジナルの2014年10月8日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20141008044425/.http://www.ehime-np. 都市オドットジェスラッシュニューススラッシュローカルスラッシュ20141005スラッシュ news20141005367 new ドット html2018 年11月3日閲覧ベースボールマガジン社大相撲名門立伝シリーズ高佐護部屋 P37 初代優しを VS ガニの音から相撲誌に関心興味のある方どうぞ 初代朝日を VS ガニの音から相撲誌に関心、興味のある方どうぞ、2020年7月15日閲覧、ありがとうございます。